こんにちは、うちあむです。2個目のスヌードが完成しました。1玉編み切りですが、毛糸が残り少なくなったので、前回より1段少ないスヌードになりました。アルパカコンの毛糸なので、肌触りが柔らかくて、これからの季節に活躍しそうです。スヌードが完成したので、 季節は秋になりましたが、紺色のドルマンスリーブのカーデガンの前身ご頃を編んでいきたいと思います。では、編みながらお話しします。先日、黒石市の中野もみじ山に行ってきました。えっと中野もみじ山は、もみじがたくさんあって、とても綺麗で、 えっと、あちょっと編みみます紅葉は少し早かったようで色づき始めでしたが真っ赤に紅葉した場所もあって写真や動画をたくさん撮りました。 今回もショート動画にまとめてみま、まとめてみました。よかったらご覧ください。出かけた帰りに寄った道の駅で、リンゴがたくさん売られていました。早生富士とか、あとトッキとかいろいろ売ってたんですけど、個人的には、えっと、 レッドゴールドとかジョナゴールドが私が好きであのちょっとお芋みたいにホクホクしてて甘酸っぱいのが好きです。しかしその品種は売られている期間が限られているのと昔と違ってそんなにたくさん売られていないので道の駅で見かけたらすぐ買うしかない感じですね。 おおはいいつも決ままっったお店からリンゴを送っています今の時期ホームセンターに行くとりんごの梱包用品が売られていてりんごの青森りんごのロゴの入った段ボール箱とかトレーあと一玉ずつ包む発泡スチロールなどがあります。 なんと、リンゴ柄のガムテープもあるんですよ。あの、外から見てもリンゴだってわかるように、白地に赤いリンゴのイラストの、がありまして、毎年そのリンゴのガムテープを買って、梱包して送ってますね。リンゴを木箱で買って、 ホームセンターで梱包用品を買って、実家で家族総出でリンゴを、我が家の場合、ちゃんと磨くんですよ。一玉ずつ。タオルで。タオルでちょっと磨くと艶が出ていいんですよね。で、自分で詰めた場合は、一番上に、 すいません一番上に手編みのものを入れることが多いです。あの帽子とかアクリルたわしとかちょっとしたものを入れて送ると結構喜ばれるので、うん、今年もアクリルたわしはたくさん編んだのであとどうしようかなって考えているところですね。 前にも話したかもしれないんですけど夏場からちょっと朝パン食べるのをやめてえっとコーンフレーク食べてました朝食が飲み込みにくくって私がんで最初はコーンフレークに牛乳をかけたものをの食べてたんですけどえっと コーンフレークがあの米不足の時に値段が上がったんですよね。で仕方ないのでちょっとたお高いけどカルビーのフルグラってありますよね大きい袋の。それを買って食べてみたんですよね。うん フルグラは大麦とかドライフルーツが入っていてザクザクした食感で甘みがあって食べやすいんですよね食感が楽しい感じですねカボチャの種なんかも入ってます、まあ、意外なことにコーンフレークよりも腹持ちが良くてえっと息子を見送ってからちょっと 仮眠した後も完食しなくても過ごせるようになりましたまあ最初はフルグラ高いって思ってたんですけど大容量のものだと1食あたりの値段はコーンフレークよりも安いので今は毎日フルグラ食べてます先日 イオンシネマの1階にできたンというゲーセンに行ってきました、えっと、ここはできて1ヶ月ぐらい経ちましたが繁盛しててんで景品もとても充実しててうーんオープンの時行った時とは時にはなかったクレーンゲームとか景品もあって。 でいろいろ遊んで楽しかったです。マンダイのクレーンゲームはフィギュアとかお菓子とかの景品が豊富で,でしかも店員さんが結構優しくアシストしてくださる方が多くて、えっと、私がやった時も 途中取れなくなったんですけど、えっと、店員さん呼んで直してもらった時にちょっと優しく取れやすくしてもらいましたちょっと編み済みます 話が中断しましまたねアシストしてくださったおかげで景品が取れましたねこの前家族で行った時はおやつカルパスっていうカルパスを3箱ゲットしました、えっと、カルパスはおやつにもなるしお酒のつまみにもなるので万能なお菓子ですね 結構好きですあのカルパスってあの封開けると中におみくじ書いてあって面白いんですよねいいことあるよとかそういう感じのが。そういう楽しみもあります。 万代10円キャッチャーちょっと待ってください。万代10円キャッチャーとか30円キャッチャーっていうのもあってでまあちょっとした景品ですね。 もあってうんその時は撮れなかったんですけどやってて面白かったですまあ低予算で遊べるので家族連れでも楽しめると思います先日撮影に使っているこのテーブルのクロスを一新しました。 この赤色のは撮影専用に使っているクロスっていうか布なんですけどこんな感じで普段普段食事の時に使っているクロスは布製のものはあの洗濯して使ってます。 セリアに買いに行ったらたくさんの種類のクロスが売られていて何にししようか迷い,迷いましたね <laughs>、うん、前に行った時と違ってスカーフみたいなクラシックな柄や可愛らしい柄もあって23枚買いましたね。 やはり100均は低価格で便利でいいものが売られていてとてもありがたいですもう10分話しましたね。 こんな感じで。どうですか？こう模様が出てきてます。では、こんな感じで。今日も見てくれてありがとう。じゃあね、バイバイ。